なんか音をさ古くしたりとか雰囲気出したりとかするのはさ、うんうん、それこそあのなんだっけガーシーさんじゃなくてビッシーさんガーシーはマクロンちゃうやつだのところであれするだろう。だからさ、うん、トラック並べて、はい、パン決めてであと方向性決めて、はい、コンプと、うん、あとロー追加あー重低音追加これできっとさあれじゃないゲートリバーブの響きが意外と低く聞こえる、うん、なんかさっきすごい高く聞こえなかったちょうど回るんだ、うん、生まれ感もそんなに気にならなくなるわかんないっすよヘッドホンじゃなくてこれで聞くとやっぱスカスカ感目立たないですよねヘッドホンとかイヤホンとか多分目立つうどん取っていいですか。うどん。お疲れ様。いやお疲れ様。あでは任せて。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。忘れもないよ。大丈夫。いや知らん。駅わかる？駅わかると思います、うん。はい。駅当たりばったりで。何時？六時です。六時。すごいね。おみのさんがこぼしたおせんべいのカスがすごい。なんかバキッととか言ってすげえ元気なんかさ色がね、うん、限界だなそうっすね、うん、もう無理だ寝るわピーうん重に重に走っそよハハ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 ハ高さはどんなもんですか？譜面台ですか？はい。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい。まあ、ここにモニター書いてあるんで、はい、もうこれ通りです。はい。で、3番開けてるのは何かコーラス足すなり、ダブルにするときとか、ああ。ように開けてて、で、クリックと解くわけです。はい。はい、リバーブって返します？若干。若干。テイクです。汗中のこと、うん、人の色合いにも染められたくない輝き、うん、見ていた言葉は降り出す山の雨もう一回来ていいですか、はい、ありのまま誰も奪われない翼は壊れたままって飛び方ならもう分かって1行目の1行目一気にいかないと繋がんないですもんね1行目をじゃあはいできますどのどの指目壊れたパズルを繋ぎながらかんいえまるっとはいこのまま誰も奪われない汗に鉢くぼつれた結びも壊れたパズルをつなぎながら悲しみもう一回いきますこのまま誰も奪われない今マルやってるから最後に霞線鶴をつなぎながら悲しみえっと、1行目の途中の悲しみ織りなすのところだけちょっと撮ってみますかね悲しみ織りなす上積みにもう一回聞いていいですか、はい、もう一回3行目やります、はい、肩ならもう分かって飛べる3行目だけやります、はい、山の雨もう一回、はい、お疲れ様ですそうだそうだピッチ直しはありありとしてさ縦がもうちょっとカチッした方が当てた方がいい1と2はいいかなと思いました、ね、了解了解2音目ぐらいかなしゃくんない方がいいあなたのところはなんかなたみたいな全部にしゃくってるよね今な
思います。タータータみたいなの方がなんかいいかなと思います。確かに。それは10日ぶりの朝に届いた写し絵、手探りのままに描いていた言葉は降り出す山の雨、派手姿覚えた背中のこと、ありのまま誰も奪われない。サビ、B の最後のところ、まるでと辻褄のところの 2行ですね。2行目3行目 と、はい、それからどっちもの B の最後のあなたの行動のところと背中のことのところ、この2箇所を、はい、心なって派手姿覚えた背中のこと。田島歌えます？大丈夫ですか？はい。そしたらじゃあ、交代します。はい。たおやかさほどけたあなたのこと、一行ずつやっていこうかな。一行ずつ。言葉は降り出す山の雨、もう一回やります。日のままに描いていた言葉は降り出す山の雨、もう一回やります。髪を君出すさざら波、さざら波。一回僕の声なしでメインで聞いていいですか？はい。まだもう一回聞かせてください。悲しみ降り出す上積みに、三つの淀みへ這い回る、喜びで満たす心なって。背中のことを聞いていいですか？はい。出せなかのこと、もう一回、はい、出せなかのこと聞きます。はい。心なって派手姿を、ちょっと待ってください。さっき今のテイクのタをさっき取っといたやつのタと変えた。ああ、今取ったやつのタね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。うん、バラバラな感じで。雪見大福システム。そうなんだよね。翼は壊れたままって、飛び方ならもう分かって、答えは初めからあって、君は飛べる、飛べる。1回目の2行目を歌いたいです。はい。答えは初めからあって、君は飛べる、飛べる。2回目の3行目、答えは初めからって歌いたいです。言葉は降り出す山の雨、輝き、輝きとかだったらかっこいいですね。どの色合いにも染められたくない、輝き君は飛べる、なんかハモったらいつか見てねみたいな。ああ、俺がさっき言ってたやつ、あの下ハモの。あと最後なんかフェイクとか言ってもいいかもしれないですけどね。ああ、アウトロのとこ。ああ、てかもうここにかぶって、あ、トゥ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 ルルのところになんかハァーみたいなのが後ろになってるとか。また考えた、それは確かに。まあちょっと情緒不安定な感じになるけど。どう？音が違う？それオクターブ上でやるとどうなりますか？輝き、はい、はい、どの色合いにも染められたくない輝き、こっちの方がいいんだよ。染められたくない輝き、以上。お疲れです。お疲れ、はい。になって、うん、こっちはもう上って感じで作られて、うん、でそれが両方ないって感じですかね。いいとこないじゃないですか。いや、あのね、癖がそんなに出ないっていう意味で、出ない。ただマイク
をどれでっていうのは相性がやっぱりどうしても全部あるんで、で声基本的に3つで削り出してこう作っていくような感じがあるんで、うんと大体ミドルから上ぐらいがリッチになってるもので、削っていけばまあそれがこう声出されていくみたいな感じなんで、うん、なんでまあ大体声はこいつ使ってて、うん、でこれは本当にハイエンドをやっぱ欲しいわっていう時にこいつを使うっていう感じですけど、うん、女性の声とかかなっていう。でこっちは別にそんなにそのどっちでもないっちゃどっちでもないんですけど、うん、マイクで変わるかなっていう。ただこっちの1176そう通ると極端にそれの方が変わる。やっぱコンプの方が変わるんですか。変わりますね。それが、CL とはもう全然違うんで、うん、キャラが、うんうんうん、なのでもっと前にパツンってもうかかったなっていうのが分かるような感じで、こっちはまああのシステムがあの仕組みがなんか違うんで、うんうんうん、とこっちはかけてもそんなにかかったなっていう感じがしないし、うん、こっちはもうかけたなって言ったらもうかかったなって感じになるんで、うん、ドラムとか、まあ、ベースとか、うんうん、あとはもう声で結構ロックっぽいっていうかこう前にガンって張り出したいようなやつとかはこういつ使うけど、でもちょっとなんか個人的には少し薄くなるのとサーチェートされすぎるんじゃないかなっていう気がするから、あんまり声ではなんかもうちょっと BPM 早くて、なんかやかましいようなやつとかにはかけて声をあの桶に埋もれさせないというか、ことはやるときに使うみたいな。そうなんだ。結構じゃあコンプでガツンとってなる感じなんですね。かけたらもうあと若干歪むし、うん、なのでまあそういうのが好みな人。なるほど。確かにそれは選ぶな、使う人。2段目で使うとか、そういう方があんまり事故にはならないと思うんですけど、ね、でも自分でミックスするならもう作り込んで、まあそっか、作っていく分には全然。ちょっと最初にライブにじゃあできない、これはなんか。All for you, wanna do. I mean to you, only you. Say I do, darling you. リスナーとして聴けるからいい曲に。僕はまた日を抜ける。自分がやってればやってるほどリスナーとして聴けない。かすかに米髪がまだ痛い。グラスの中で泡が揺れてる。また不意に君の指を眺める。真綿のように優しいメロディ。悲しみに溶けて終わらないように、広がってくように。All for you, wanna do, I'm into you, darling you, da 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 da. 一度にちょっとどっちもプレイバックしてもいいですかね。はい。これもう一回やりますね。全部もう一回やります。はい。All for you.All for you, wanna do, I'm into you. そっと目覚めるまで Only you, say I do, darling you, da 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 da.プレイバック。はい。濡れない僕はまた火をつける。二人で眠ってる君はドレス、はしゃいで帰った特別な夜、眠れない僕はまた火をつける。はい、3行目から、はい、もう一回、はしゃいで帰った特別な夜、眠れない僕はまた火をつける。最後の一行を取り直したいですね。はい、いつまでも続けばいい。はい、そしたらその後なんか一小節ドラムみたいなのが入った後に、はいはい、さっきの米印二つのやつ、まだだなようにってやつ、はい、あれを突っ込んで貼ってもらって、これが貼って、はい、貼ったら貼ったらその後のセクションに
一番最初のサビを2回張ってもらいたいですね。サビを2回、はい、はい。そっと目覚めるまでオンリーユー、ちょっと確認で音出ます。はい、ただ覚めるまで伝え会えたら窓を開けたらそっと目覚めるまでまるっともう一回歌います。窓を開けたらそっと目覚めるまで Only you 羽が生えたらやめばみたいな感じにしない方が、うん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 、やめば優しいメロディー空は悲しみに溶けて終わらないように外は広がってくように風が繋がったストーリー晴れた最後に1個風が晴れただけやりたいです。はい、できます。経て終わらないように外は広がってくように風が繋がったストーリー晴れたもう一回続け経て終わらないように外は広がってくように風が繋がったストーリー晴れた気づけばもう一回通して聞かせてください。外はのリズム感あんま微妙でしたかね。そうね。あと他に気になったとこあります？いや特に。じゃあ外は4個目の外はあとその次の風がもやっていいですか。はい、風が繋がっ外は微妙。いやいいよ。あじゃあ重ねます。つながったストーリー晴れた気づけ真ん中にこう空はと外はをやりたいです。でこっちちょっと声のレベル取らせてください。はい、すいませんでした。じゃあ一回4つ前から返しますね。はい。さめさめたらOh for you 覚め覚めたら Wanna do 伝え会えたら Into you 窓を開けたらそっと目覚めるまで Only you 羽が生えたら Say I do 空を飛べたら Darling you 二人ここからダダダダOh for you 覚め覚めたら Wanna do 伝え会えたら Into you 窓を開けただそっと目覚めるまで Only you 羽根が生えたら Say I do 空を飛べたら Darling you 二人ここからダダダダプレイバックします。はい。開けただそっと目覚めるまで Only you 羽根が生えたら Say I do 空を飛べたら Darling you 二人ここからダダダダ前半の3つもう一回やります。はい。To you 開けただそっとどうっすか。いいよ。うめえ。じゃあこれでこれもダブります。ダブった方がいいですか。どう思う。下はダブんなくてもいいかな。まあ、ダブんなくてもいいけど取っといたら、はい、なくてもいいし。じゃあ一応はい。眺める雨が真綿のようにやめば優しいメロディー空は悲しみに溶けて終わらないように外は広がってくように風が繋がったストーリー晴れた気づけばプレイバックで、はい、ちょっと頭つせですか。全然そんなことない。こっちは聞いてる分にはルックスの話ですか。ルックスの話。いや違う違う違う歌い方、ね、あのルックスもあるけどあのあとかギャーとか全然大丈夫ですか。うん、それぐらいでちょうどこれもダブります。一応取っとこう。はい。終わらないように外は広がっていくように風が繋がった。当たり前なんですけど今当たり前なんですけどこのまだこれを見ない人はいませんが面白い。それはストーリーにしろよ。スクショしてそれをスクショしてツイートだよ。これ面白い。大丈夫でしたかね。いや全然勘違いです。Oh for you 覚め覚めたら Wanna do 伝え会えたら Into you 窓を開
けたらそっと目覚めるまで Only you 誰にも気づかれず君から目の合図ここを抜け出そう足音にふと振り返るはしゃぐように指を絡めたまなざしてただ時が止まる二人寄り添い合って月に照らされて夜の風を受けながらどこまでも歩いた時がやがてめくって二人の日々を眼差してただ時が止まるなぜにすれ違うの部分ちょっと取り直します、はい、なぜにすれ違うはい、うん、ああなぜにすれ違うで次2行目の後半の愛しくなるのところを取ります、はい、ほど思いは募って愛しくなるもう一回今の取っといてもう一回、はい、そんな最後の日が待ってもう一回そんな最後の日が背を受けながらどこまでも歩いた慰めの雨が流れてこれプリプロでどうやって持ったかな慰めの雨が流れてこんな低かったかな慰めの雨が流れてあもう一回やりますはいとかへん上がりきったところ別にそんな気にならないですけどね。ねえが、あなるだらだらねえ、雨が。合ってるよね。多分。根本的にあとハモリ忘れてるとこないかな。多分合ってる。流れて。大丈夫ですね。戻ります。戻ってきます。はい。何から取るんですか。これ B、これ B？ B、カッコのところ。あ、カッコの。はい。はい。コーヒーポットの匂いを軽い仕草で知らん。シーズンオフのリゾートで知らぬ誰かを眺める。匂いを軽い仕草で知らん。シーズンオフのリゾートで知らぬ誰かを眺めるプレイバックです、はい、どうすかいいよ、うん、いいよいいよめっちゃいいよ、うん、大丈夫ですか、うん、よしもいいって言ってるじゃあ後半いきます、うん、大丈夫ですか大丈夫ですはいダブらないんだこれ、まあ、ダブりやりますいやダブらなくていいんじゃないかなはい、うん、じゃあこれだけでじゃあ有志ではい来いよと同じ箇所？そうです。シャターの上で歌う感じ。あ、オフタブ。いい、いい。大丈夫でしょうかね。いい、いい、かっこいい、かっこいい。うまい。軽い仕草であしらう。シーズンオフのリゾートで知らぬ誰かを眺める。プレイバックです。歌い方2個前半と後半で違かったんですけどどっちがいいですか本当気づかなかったなでもどっちもすごく良かったよちょっと聞いてみるね コーヒーポットのボーイを軽い仕草であしらうシーズンオフのリゾートで知らぬ誰かを眺めるずっとフラットしてます俺
あ、違う、え、いや、そんなことはないんだけど、聞いてみる、もう一回それ聞いてみ、自分でも聞きます。軽い仕草であしらうをこれ使いたいんですけど、その前歌っていいですか。はい。コーヒーカップを取った手、指がそれをもてあそぶ。空席だらけのラウンジで古い誰か巡り合う。聞きません、はい、空席だらけのラウンジで古い誰か巡り合う。一回聞いていいですか。これでいきたいです。うん、うん、いいね。どうじゃろうか。いいね。よし、うん、いいね。え、サビのハモリさ、はい、俺が歌った後だよな、そりゃ。そうです、はい。確かに雨だれはカーテン、窓越しのプールがモノクロの頬杖、天秤を眺めたまま。もうちょい男らしく歌った方がいいかな。この感じがいいと思います。この感じがいい、分かった。玉取るわ、玉取るわ。モザイクがかかってあやふやに目を染めてピンと合わせて角は広げながら、今洗い流すように外は雨。モニターどうでしょう。はい、大丈夫です。Bメロのところってさっき撮ったの返します。はい、そうっすね、返してもらった。じゃあ3番の中に返しておきます。はい、3番ですね。はい、自分のは2番ですね。2番、はい、はい。待て、窓越しのプールがモノクロの頬杖、天井を眺めたまま。モザイクがかかってコーヒーポットのボーイを軽い仕草であしらう。 Oh no no no、シーズンオフのリゾートで知らぬ誰かを眺める。はい、モノクロの頬杖だけ撮ります。はい、モノクロの頬杖。では2つ前です。はい。カーテン、窓越しのプールがモノクロの頬杖、プレイバックです。がかってあやふやに目を染めてピンと合わす。プレイバックです。うーん、取っといてもう一回。リズムのリゾートで知らぬ誰かを眺める。置き去りのままの言葉。プレイバックです。です、はい。別々の情景、別々の情景、壁にもたれて踊る君を見ていた。はい、じゃあ交代します。はい。置き去りのままの言葉。置き去り俺走ってます？そんなことないよ。いきます。ねえ、これさ、はい、先に聞いとくけど、ダブるの、ダブらないの？ダブらない、ダブらない。うん、じゃあドラゲない。うん、ドラゲない。懐かしい。シーズンオフのリゾートでそのかけら舞う風が頬に触れる。下ハモも取りたいです。置き去りのままの言葉、そのかけら舞う風が頬に触れる。だからしみじみ。授業ですか？今洗い流すように外は雨。一回聞きます。
だから染みついた香りだけをまた今一回二回二行目と三行目聞きます。はい。いいね。ここです。いい感じです。いいね。ゴージャス。ね。なんか倍音をこうあれ響かす感じでしょ。なんかこうボリュームいい感じが。リバーブ深いっしょ多分これ。だよね。自信があるよ。これ相談なんですけど、サビ、メインボーカル同じピッチであと2個重ねません？ああ、俺がレイヤー用にダブル、いいよ、トリプルやってくる、トリプル、おしっこしたらブース入るね、じゃあそれでもまだ時間あったらラントゥフライのサビもなんかそれやった方がいいかな。確かにそうなんだよね。テイク2個重ね、え、ちょいちょいちょい、どこ、あの、地声の方、ルルルルソ、ああだから染みついた香りだけどまた今プレイバックで、はい、全体にどう、1本目も2本目もどう、染みついた香りだけをまたのところもうちょいタイミング揃うといいかもしれないですね。はい、いきます。はい、染みついた香りだけどまた今あ、大丈夫だと思いますよ。聞きましょうか。はい、あ、なるほど。今そっちで、でも聞くか。これでなんかあの今撮った重ねのやつちょっと左右にちっちゃく振ってもらい、振り切り、振り切り、振り切り、ま、振り、そうそう、振り切りでいいんじゃないかな。置き去りのままの言葉。その欠片舞う風が頬に触れる。やれば、とりあえず1曲目のやつに曲戻してもらってで、なんか足すと、2行目はもういらないです。これ元のやつ疲れますよね。そうですね。はい、じゃあ1行目だけ。はい、はい、音のつらなりの中に呼ばれた気がして、お光のほか、おおおおおすげえ磁石みたいな感じになった。音のつらなりの中に呼ばれた気がして、違うこと言われてなんかできなくなるらしい。もう一回いいですか、指示が音のつらなりの、はい、ハマってる、上げようとしてください。はい、さあ30秒間、はい、せーの、音のつらなりの中に呼ばれた気がして、光、もう一回やります。これね、谷さん見たらめっちゃ面白そう、この動機状況だけ見たら。音のつらなりの中に呼ばれた気がして、光の、あと10秒、10、9、8、7、6、俺が押さえるのやめたら、はい、力抜いてください。3、2、1、力抜いて、光のかけ、もう一回、腕が上がってくる、音のすごい、腕上がってくる、音のつらなりの中に呼ばれた気がして、光の、引っ張られた、なんか楽しいですよ。なんだこれ、これ家で壁とかでやると一人で遊べるから遊んでみてください。